足元でボールを欲しがりますし、あんまりヘディングするっていうよりは、はい、左足の前にボールを持ってプレーするって感じですよね。赤股が抜けます。そしてセヌマのところ、セヌマが決めました。先制、横浜 FC です。フルス相手に決めてきましたセヌマ。赤股が抜けたところで最後フィニッシュはこのセヌマです。ご覧いただきましょう。いいボールだったですね。ここやはりこの高さですよね。残しましたね。長い足も生かしてフルス対決、まずはこのセヌマが先制点を取りました。赤旗もやっぱりここうまくね前に入りましたよ、はい、それでやはりこうイメージ持ってキーパーとディフェンスラインの間に入れようっていうのは多分考えてたと思うんですよね、まあ、逆に西岡のマークをうまくセヌマが外しながらプレーしましたよね、はい、ゴールがセヌマでこれで袴田は